マンダジは、ツアヒリ海岸地域が発祥の揚げパンの一種である。ガーナやナイジェリアなどの西アフリカ諸国では、ボフロットやパフパフとも呼ばれている。ケニアとタンザニアの海岸地域に住んでいる、ツアヒリ族の主要料理の一つである。この料理は、作るのが簡単であり、他の料理やディップと一緒に食べたり、そのまま軽食として食べたりすることができ、また、保存や、 再加熱をして食べることができるため、この地域で人気がある。マンダジは、ドーナツに似ており、少し甘めの味付けであるが、一般的にはアメリカで、一般的なスタイルのドーナツよりも甘さが控えめで、グレーズやアイシングをかけずに食べるのが、一般的である。調理の際に、寒さのように三角形にすることが多いが、円形や楕円型にすることもある。調理するとふわふわとした食感になる。また、 具材を変えることで味の違いを楽しむことができる。調理されるマンダージマンダジは生地に油脂を塗ってさっと焼いて作られる。マンダジの材料としては水、砂糖、黒粉、酵母、乳などが一般的であり、また甘みを出すためにココナッツミルクを加えることもある。ココナッツミルクを加えた場合にはマンダジは一般的にマハムリ、またはマムリと呼ばれる。また、 ピーナッツやアーモンドなどを使うことで違った味わいを楽しむことができる。調理した後は温かいままでも冷ましてからでも食べることができる。アフリカ大湖小地域では色々なものと一緒に食べられるので人気があり、朝や前日の夜に作って朝食と一緒に食べ夜に再加熱して夕食にするのが一般的である。マンダジは お茶や新鮮なフルーツジュースと一緒に食べたり、そのままおやつとして食べたりするのが一般的である。ディップにはフルーツフレーバーのものが多く用いられ、様々な味を加えることができる。また、マンダジは食後のデザートとしても食べられ、甘みを加えるために、粉糖やシナモンシュガーを添えて食べることが多い。ありがとうございます。